梅田地区の鉄道駅の位置関係。駅名は右上の四角マークで地図を拡大し、アイコンをクリックして表示される。東梅田駅は大阪府大阪市北区曽根崎2丁目にある大阪市高速電気起道谷町線の駅。駅番号は T20。地下道などを通って以下の路線と乗り換えが可能である。太字は駅番号。 なお、JR 東西線の北新地駅への乗り換えには9分程度かかる。同線への乗り換えは南森町駅の方が便利である。中東所は、御堂筋線梅田駅に乗り入れて、現在の大国町駅のように同じホームで対面乗り換えを可能とする予定で建設が進められたが、建設中に落盤事故が発生するなど工事が難航したため、 当初の計画を諦め東側寄りにトンネルを掘り進むこととなり、その結果当たり駅が建設された。なお、その際に掘られたトンネルは長らく放置されていたが、後、梅田駅の天王寺、中もず方面行きホームに転用されている。2番線ホーム相対式2面2線のホームを持つ地下駅。改札は天王寺よりと中央付近があるほか、 第日次寄りに出口専用改札がある。詳細は外部リンク先を参照のこと。なお、中東改札は、券売機から離れているため、総延長90メートルの天井吊り下げ型の表示板によって乗客を誘導している。トイレは南改札内にしかない。当駅は東梅田管区駅に属し、副管区駅長により、関目高戸の駅、野江内台駅。 宮古島駅及び中崎町駅を管轄している。なお、当駅は福駅町が管理している。2020年11月10日の1日、上皇人民は14万902人である。大阪メトロ全107駅中第7位であり、谷町線の駅では天王寺駅に次ぐ第2位である。谷町線の単独駅かつ見道筋線が乗り入れていない大阪メトロの駅では、 1> 第1位である。過去の1日乗車、降車、乗降人員数は、下表の通りである。交通量調査に基づく、特定の1日の乗車、降車、乗降人員である。当駅から、梅田新道停留所へは、徒歩4分で到着するため記載する。なお、大阪駅前 BTA は上に記載してある、バス乗り場をご覧ください。ありがとうございます。